アルファオ上陸戦とは、第一次世界大戦中の1914年11月6日から11月8日に起きたイギリス軍によるオスマン帝国支配下のファオ半島に対する上陸作戦。第一次世界大戦の開戦後、イギリスはペルシャ湾岸のファオ半島にあったイギリス資本のアングロペルシア石油会社の石油施設がオスマン帝国によって脅かされることを危惧していた。 石油施設を保全するために、イギリスはオスマン帝国勢力下の湾岸地帯を制圧することを決断した。ファオ半島にはペルシャ湾においてオスマン帝国軍の一大拠点であるファオ要塞があり、これを排除する必要があった。1914年11月6日にファオ半島の海岸に最初のイギリスの第一陣が上陸した。上陸の宣言は、 ウォルター・デラメイン巡将率いる A イン軍第6プーナフ評師団であった。上陸直後、シャップル・アラブ川川口にあったファオ要塞から激しい機関銃射撃を受けた。要塞に向けて前進を開始するが、銃砲がまだ到着していなかったため要塞に近づくことすら不可能であった。要塞からは銃撃だけでなく散発的に砲撃もあったため上陸部隊は 要塞の周囲に残壕を掘って、砲撃をしのいだ。上陸から2日後の11月8日に、後続の砲兵部隊及び重砲が到着し、すぐさまファオ要塞に砲撃を開始した。砲撃によって、要塞の壁が崩壊し、そこからイギリス軍が要塞内に突撃した。突撃から45分後、イギリス軍は、ファオ要塞を占領し、オスマン帝国軍将兵300人を捕虜にした。 翌日、無力化されたアルファオ港から残りの部隊が上陸した。アルファオが占領されたことによって、オスマン帝国はペルシャ湾の全域の支配力を喪失し、イギリスの石油施設も確保された。しかし、オスマン帝国支配下のバグダットが近傍にあったため、この地域の脅威は去っていなかった。イギリスは1917年にバグダットを占領するまでメソポタミアで、 オスマン帝国と攻防を繰り広げることとなった。ありがとうございます。